どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、りゅうです。さあ本日も、リンクスの歴史、デュエルリンクスの歴史3限目ということで、今日はですねモンスターカード編、リンクス史上やばかった、悪さをした、鬱陶しい、キモいなどなどさまざまな観点から、リンクス史上やばかったモンスターカードランキングトップ3について発表していきたいと思います。内容はねノートで先行公開した、内容とはなってるんですけれども、もしよかったら、ね、皆さんね文才があるという天才神っていうコメントをねたくさんいただいてますんでね、よかったら、概要欄にリンク貼ってますんで、フォローの方ぜひよろしくお願いいたします。そしてですねこのモンスターカード編に先駆けて魔法カード編とトラップカード編は動画にもしてるし記事にもしてるんで、よかったらそちらもご覧いただければと思います。前置きが長くなりましたが本編へ参りたいと思います。早速リンクス史上やばかったモンスターカードランキング第3位はソロカス界の暴君、空我団の豪傑ダイナー。はいというよりもですね第3位はソラカスモンスター全体です。ソラカスモンスター全体として、第3位にランクインしているかなといったところ、このモンスターたちが、なんで第3位に入ってくるか、その理由はですね、10期だからです。10期カードだから単純ですね。また10期かよっていう。もうね10期カードはねリンクスには早いんですよ。もうほんとお前らっていうね、効果も長えし雑に強えしみたいなね。ある程度のねキャラゲーというか、賛否両論ありますけども、ある程度のキャラゲーであるというこのリンクス界において彗星のごとく現れたこの空我団、大暴れしましたね。大暴れした、これ WCS2018、でもなんかこの大暴れしていたので、皆さんよくご存知かなとは思うんですけども、これそもそもですね OCG に登場した段階で、結構最近なんですよ空我団って割と登場したのが。OCG に登場した段階で、OCG パワーではないんですよ。OCG パワーと比べるとやっぱ弱いから、だから登場当初からですね、YP の間では、これリンクス用じゃねって言われてたんですよね。これリンクス用でしょみたいな。言われてたんですけども、その通りでした。その通り。リンクスに来たらめっちゃ強いっていうパターンですね。突如としてね、こういうクリエイターズデッキって言うんですけども、要はキャラクターデッキではない、そのなんか全然アニメとか原作とか関係ない、カードたちがもうね急にねこういうパワーのカードがリンクスに来るとね悪さするんですよ。もうほんと半端ない。これに関しては、そういうのに覇権を取られたくないんですけど、デュエルリンクス界においてはね段違いのパワーでした。もうほんとねこいつらっていうのはね基本的に1人では何もできないんですよ。陰キャ集団なんですよね。で特性仲間を呼ぶという効果を持っていて、例えば、ビート、これはなんか自分がフィールドにいる場合は手札からなんか空我団モンスターをなんか出せるよっていう特殊ができるよという効果を持っていて、いろんな空我団の下級モンスターはそういう効果を持ってるんですよ。だからある程度仲間を呼ぶという、ことが、できます。そしてフィールドにいるソラカスは、どんどん増えるんですけども、3つしかないからフィールドが結構簡単にね3体ババッて並べられるんですよね空我団っていうのは。で、魔法カード編でも申し上げました通り、2017年度リンクス流行語大賞に輝いたこの言葉、局所ビートドンパダイナ、局所ビートドンパダイナってやつですね。これによってですね相手のバックを局所的ハリケーンでガン戻して、でビート召喚、ビートの効果で、ドンパを特殊召喚でビートの効果でダイナを察知で、ドンパの効果でダイナを特殊召喚で、ドンパの効果で相手のモンスターを破壊、そして、ダイナの効果で、墓地のカードを除外してスキル発動、粉砕、対戦ありがとうございました、グッド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 っていう当時グッドボタンはなかったんですけども、こういう、ギミックがもう横行してましてですね、デュエルリンクスのランク戦ではもうねランク戦潜れば全員そらかすっていう、つまり高校系ですよね。高校でどっちが局所的ハリケーン引いてワンキルするかっていう、当時はねエネコンとかも入ってたんで、そのエネコンで相手のソラカスをパクって、なんかこっちのソラカスを展開するっていう地獄絵図がね繰り広げられてたんですよ。ほんま地獄。これは当時ですねシャイニング松坂大先生もですね菅田将暉さんの「オールナイトニッポン」にラジオね登場して、なんかもう空かす空かすでなんか連呼してたんで、アカデミー賞俳優らしからぬなんか空かす言うてんだぞ。アカデミー賞俳優はやばいだろ。こういうね、まあムーブメントを巻き起こしました。さらに追い打ちをかけるように空火弾っていうのはですね、もっと陰キャモンスターがいまして、今リミット2にぶち込まれてるんですけども、ウィズマジでほんとくたばれ、ほんまくたばれ雑に守備高えのもマジでイラつくんですよこいつ。こいつの効果は手札から空かすを捨てると、まあ相手の魔法トラップカードをなんか無効にしますと、一旦に1回で、しかも守備が2800っていうこの雑に高い守備が抜けない。まあ例えば空かすミラーだった場合、ダイナで粉砕しても2800にしかなんないんですよ。だから抜けないんですよウィズが。これもめんどくさくてね。あ、ちなみにその当時ですね、ダイナを2枚特殊召喚、まあ、要は召喚特殊召喚すると何が起きるかっていうと、これダイナって他の空ガダモンスターを攻撃できないよっていう効果を持ってるんですよ。だからダイナが2体並ぶとどっちの効果も発動するんで誰も攻撃できないんですよ。空ガダモンスターを攻撃できないっていうこれが通称ダイナロックっていうんですけども、これが成立したんですよ。まあめんどくさかった当時は。ちなみにこの現在の空かすのリミットがこんな感じになってまして、まあ、ドンパ2、まあ、ダイナ1、ウィズ2と、まあ、これだけリミットかかってるやっぱテーマも珍しいんで、牢獄行きが多すぎる。これだけでね、その空火弾っていうデュエリンクスにおける空火弾のパワーがどのぐらい高かったのかっていうのが分かっていただけるのかなと思います。第3位は空弾モンスター全体という形でございました。さあ引き続きまして、リンク使用やばかったモンスターカードランキング第2位の発表に参りたいと思います。リンク使用やばかったモンスターガードランキング第2位は神羅の水咲リーフ。また葉っぱですよ。また葉っぱです。リーフフェアリーもそうだったんですけども、デュエルリンクスってね、なんかね、葉っぱが環境を取るっていう傾向にあるんですよね。どう考えても黒歴史神羅の登場というのがデュエルリンクスにおける、まあ、一大ムーブメントとなっております。何をね思い浮かべるかという感じなんですけども、神羅の登場って結局ね運ゲーだったっていうことなんですよ。運ゲーだった。この神羅っていうデッキが、まあ、どういうデッキかっていうと、神羅モンスターっていうのは効果でデッキから墓地に送られるとなんか効果がありますよ、なんか効果発動しますよという効果が、まあ、結構たくさんあるモンスターが多くてですね、まずねリーフ、デッキから墓地に送られると効果でね、送られるとモンスターを破壊します。フィールド上のモンスターで、キノコ、キノコは魔法トラップカードを破壊します。で、神羅モンスターっていうのは結構単体で墓地を肥やす能力を持っているモンスターが多くて、例えばストールだったらリバースで5枚墓地を送ります。デッキトップをこれめっちゃ強いんですよ。だから先行キノコセットみたいなのが、まあ、鉄板のムーブだから、なんもなんかその何、使わずにカードをとりあえずモンスター先行だったらなんか1枚ポンってセットしてエンドするんですよ。これが例えばストールだったら、まあ、5枚墓地を送られるし、まあ、もちろんその当時はね人参とか、それからバララバーとか、ああいうね墓地の送られると強いモンスターが結構多かったんで、ああいうモンスターをセットしてなんかちょっとブラフ気味に使うみたいなこともあったんですけども、これがまあめんどくさくて、だからね撲滅の人、撲滅じゃねえ抹殺の人かとかがワンチャン強いかったかもしれない。セットカードを除去する手段があればみたいなところがね、まあ、その当時あったか忘れたけど、はい。で、リーフ、問題はリーフですよ。リーフデッキから、まあ、墓地を送られるとモンスター破壊できるよっていう効果、まあ、めっちゃ強かったんですけども、これの何が害悪かっていうと、その皆さんこの言葉ご存知でしょうか。おいのリーフ、おいのリーフ、おいのリーフって何かなっていう話なんですけども、神羅の水咲リーフっていうモンスターがどういうモンスターか、このカードが召喚に成功した時に自分のデッキの上からカードを2枚までめくることができるんですよね。だから召喚に成功しただけで2枚まずねパッパってデッキを見て、で植物属モンスターだったら墓地に送ると。つまり何が言いたいかっていうと、まあ例えばですね、そのこのフィールド上のモンスター1体でも破壊できれば勝ちとか、あと残りライフが例えばまあ1000だとして、そいつ倒したら神羅の水咲リーフのなんかその攻撃が通って勝ってるとか、あとなんかすげえやべえモンスター出てきちゃって、なんかその超強いモンスター攻撃力が高いとか、なんかそういうモンスターを処理すればなんとかまあワンチャン目があるみたいな盤面がまあ出てくるわけですよ。そういう時にこの神羅の水咲リーフを召喚するんですよ。で陣掛けです。陣掛けデッキトップリーフお祈りまあもしくはヤバそうな魔法トラップがあるんだったらストールが落ちることをお祈りするんですよ。でリーフを召喚ってきた。リーフ落ちろ、リーフ落ちろ、リーフ落ちろ、リーフ落ちたー、勝ちーっていうこれが追いのリーフってやつですね。要はマジで運ゲーです。ガチの運ゲー。リーフ落ちてーって祈ってリーフ召喚してリーフ落ちた、勝ちーみたいな。グッと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 ーっていう。まあその当時グッとボタンないんですけども、そういうねマジで運ゲー、文字通り草って感じ、本当にちなみになんですけども、なんと2019年10月の17日の新リミット発表、これによって神羅の水先リーフ、これね今、リミット2にぶち込まれてるんですけども、制限解除が発表されました。つまりおいのリーフ復活します。ちょっとまたねこれに関してはデッキを組んでみようかなと思ってます。まあさっきも言ったように他に相性がいいカードは、バララバーとか、あとはレギアとか、このあとおっさん、この辺のおっさんどもでなんかデッキトップをなんかその確定できるんですよ。この辺のモンスターでデッキトップを確定するモンスターなんですよね。だからこの辺を使ってデッキトップを確定させつつ、お祈りをするみたいなムーブも結構ありましたね。まあでバララバーは結構あれなんですよ、墓地から除外して植物族モンスターを出して、でなんかその召喚剣使ってないから、そのムーブってだからまあ召喚剣が余るんですよね。だからお祈りフ陣掛けお祈りフっていうねこれきつかったね。これがまあ横行してた時はデュエルリンクスが楽しくなかったです。全然楽しくなかった。まあもうマジ運ゲーだから、デッキトップ運ゲーみたいな、なんかそのめくるデッキトップ強かった方の勝ちみたいな感じだからそのデッキの中はさすがにそんなに操作できないわけですよ、そんな簡単には。っていうねクソゲーでしたね。もう嫌な思い出しか思い浮かばない。ちなみにこの神羅を使ってるやつらは全員モリカスと呼ばれる、今でこそないものの当時はモリカスだらけという感じでした。ということで第2位は神羅の水先リーフということでした。そして栄えある第1位の発表に参りたいと思います。栄えあるクソカードモンスターランキング第1位はコアキメイルマキシマム。またの名を全てを終わらせるもの。どう考えてもねこいつ1位ですこれは異論を認めないレベルで同意してくれる人も多いんじゃないかなと思うんですけども、こいつが手札にいるかいないかでマジで勝敗が決定するんですよ。相手がマキシマムじゃねえや、コア決めだったとしますよね。ほんでマキシマムいるな、マキシマムいるな、マキシマムいるなっていう、だから広角除外シューンってサレンダーポチンみたいなそういうね、そういうゲームでした、デュエルリンクスは当時。大体ちょっと効果が重いんですけども、通常召喚できないよと。ただし自分の手札から小脇メイルの広角を除外すると特殊召喚できまして、で、1コスト、エンドフェーズに小脇メイルの広角か小脇メイルモンスターを1体墓地に送んないとこいつは死んじゃいますよっていう効果を持ってるんですけども、めっちゃ強い効果が最後の2行。1ターンに1度、相手フィールド上のカード1枚を選択して破壊できる。これが地獄のように強かった。要はその破壊から守れれば1回こっちで破壊してもう1回次のターンでも破壊できるんですよ。魔法トラップモンスター何でもいいんですよ、相手フィールド上のカードだから。これがまあ強くて、ちなみに今このカードリミット1なんですけども、当時はですねこのカードをリミットに指定された際の伝説の理由文っていうのがありましてですね、OCG にはないね、要はリミット入りする際になんかそのこういう理由でリミット入りさせますっていう文章がデュエルリンクスにはあるんですよ。これがね皆さんよくご存知かと思うんですけども、コアキメリマキシマム制限します。3枚採用することで1ターンで全てを終わらせる動きを安定的に運用することができたため枚数を制限しますと何回読んでもこの文章を考えたやつ天才だろう、天才すぎるだろう。なんかねこの当時はですね、なんか今最近なんか真面目になっちゃったんですけど、最近はちょっとなんかそのこのぐらいでふざけてほしいなっていうのはちょっとあるんですけど、その当時はめっちゃおもろくて、これがなんかその理由文毎回そのデュエルリンクス民は楽しみにしてたんですよ、リミット入りする文章が局者だったらなんか一瞬で全てを終わらせるとか、なんかマキシマムは一旦で全てを終わらせるとか、だからめっちゃおもろかったから、これがね、最近真面目になってきてどうしたコナミって感じなんですけど、コアキメイルモンスターたちがなんでその悪さをしたかっていうゆえんがですね、ある、魔法カードの登場がきっかけになります。それがコアキメールの混合角、これがね、通称ベイブレードですね。通称ベイブレード、これ見た目がベイブレードっぽいじゃないですかこれはシャイニング松坂がキング松坂がラジオでコアキメールの混合角なんかベイブレードっぽくないっていう、なんかあれベイブレードじゃないって言ったんですよ。確かにってなって世のデュエリスト全員確かにってなって、でこのコアキメールの混合角を使ってるっていうか、コアキメールデッキを使ってるやつらは全員ベイブレーダーって言われて、でコアキメールの混合角を発動する場合の掛け声がゴーシューだったんですけどこの混合角っていうカードはどういう効果を持ってるかっていうと、デッキからコアキメールの混合角以外のコアキメールと名の付いたカード何でも1枚サーチできますよと。でおまけ程度についてるこの、下の方か、このカードを墓地から除外すると自分フィールド上のコアキメールと名付いたモンスターは破壊されないと。これがね、おまけ程度につけてんじゃねえっていうぐらい強いんですよ。要は戦闘でも破壊できなくなるし、あと、効果破壊、狡猾な落とし穴とか効かなくなるし、頭悪い。あと、自害もしなくなります。コアキメールモンスターがね、このカードだと。この維持コストが必要なくなると、実質。これがマジで地獄のように強かった。本当にね、で、当時はですね、このコアキメールの混合角が、結構物議を醸しまして、なんでかっていうと、その WCS の2019日本代表のマッツってやつがいるんですけど、牧野智明みたいな顔してるやつ。牧野の、こんなこと言ってあれだな、ちょっとなんか失礼かな。松選手がいるんですよ。ちょっと仲がいいんでね、あれですけど、牧野選手、似ている、松選手ってのがいるんですけど、松が使っていたデッキが、そのプレミアム混合額を3枚入れた、セレブ副社長コアキっていう、セレブコアキってやつですね、セレコアキ。あれが、その物議を醸しまして、コアキメールの混合角って、要は、メインボックスの SR なんですよ。だから、そのプレミアム加工を揃えるのってすごいお金かかるんですよね。めっちゃ、15万とか20万とかかかるんですけども、そういうデッキがトップだったんですよ。世界トップを取っちゃった。KC カップね。そうすると、何が起きるかっていうと、その無課金 TV の、皆さんが、ブンブンハローコナミっつって、ブンブンハローコナミっつって、コナミを突撃するんですよ。ふざけんなと。ハイカギデッキで世界一は不平等だと。ね。だから、そういうムーブメントが起きて、ちょっといろいろ物議を醸したっていう、ざわついたっていうね。もっとっていう、そういう、カードでした。僕はね、なんかうまい戦略かなとは思ったんですけどもね。別にコナミさんもその、事前事業でやってるわけじゃないから、営利企業なわけで、結局その、利益にならないものは意味がないから、と思ったんですけども、やっぱりね、個人所有チャンネル、総合登録者数日本一を誇るね、無課金 TV の前では、コナミさんもね、折れざるを得なかったということでしょうか。はい。今回は以上でございます。ちなみになんですけども、芸能界一のベイブレーダーと私、対戦したことあるんで、よかったら、ミスター社長さんね、君は何をされてる方なんっていう、ミスター社長さんとデュエルしたこともあるんで、よかったらそちらの動画もご覧いただければと思います。今回は以上となります。ぜひね、面白かったと思っていただけたら、チャンネル登録およびグッドボタンをよろしくお願いいたします。それでは、また、次のランキング動画でお会いしましょう。次は何にしようかな。なんかスキルとかにしようかな。コンボとか。はい。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。